先日、オランダ人 YouTuber のエラ・フレイヤさんのことをエロ・フレイヤさんと言ってしまい、本当に申し訳ありませんでした。エラ・フレイヤさんは決してエロくはありません。単に温泉に行っただけで、透き通るような白い素肌をさらけ出し、胸元をまろび出しただけで、決してエロくはありませんでした。すみません。そして本日、エラ・フレイヤさんからツイッターでリプが来ていました。お疲れ様です。って、おい、おい、おい、完全に私、マウント取られてね。そして私はテンパって、お疲れ様ですと言い返せばよかったのに、え、これ本物？マジやばい！というミーハーっぷりを発揮。そして戦闘員からは、本人直接には下手に出て草。結局ヘライザーもそこまで。とか、ヘコイザーとか言われる始末。そうです。私は可愛さでも登録者でも、すべてマウンティングされてしまったのです。あの、オランダ娘に。そして、あろうことかテンパって、ご無礼とか、敬語間違ってるし、本当に、無礼をお許しください。エロフレイヤーって言って、すみません。エロすごいじゃーって案もありました。本当に、ごめんなさい。とでも言うと思ったぞ。おぉ、エラちゃんよ、エラちゃんよ。エラくなったの？はい、ここで笑わなきゃ笑うとこないですよ。いいか、オランダ人。日本ではチューリップとは、唐揚げって意味もあるんだよ。チキン野郎よく聞け。なんてだって今日の今日まで、私はアムステルダムのことをダムだと思っていたからな。失礼の極み。写真集出したからって調子乗ってんじゃねえよ。おい、いつでもかかってこいよ。私スタイルには自信あんだよ。ほら、ほら、家族にはぽっこりお腹と言われて好評なんだ。ほら、ほら、テスでも来い。来い。おい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 
させ。させ。まあ、とりあえずこの辺で日本とオランダの日蘭戦争はここまでにしておきましょう。ってこと。